動画をご覧の皆様、こんにちは。カズペディアです。前回は、チーターを導入しました。今回も、動物を新たに受け入れるのですが、その前に、嬉しいご報告をさせていただきます。チャンネル登録してくださった方が、なんと、50名に達しました。ボリューム1の動画も、視聴回数が600回を突破し、短期間でこんなにも多くの人が見てくれたことに、驚きを隠せません。当チャンネルは、まだ始まったばかりではありますが、より良い動画提供と、様々な意見交換ができるように、精進してまいります。今後とも、よろしくお願いいたします。それでは本題へ参りましょう。今回導入するのは、リカオンです。またの名を、アフリカンワイルドドッグ。その名の通り、犬の仲間ですね。よくハイエナと間違える方を見ますが、ハイエナではありません。よく見れば、その違いにも気がつくと思います。前回作ったチーター車の隣に、展示場を作成します。ちょうど、マウスカーソルがあるあたりまでの広さにしましょう。と言いますのも、リカオンなどの犬科動物は、1頭あたり、1162平方メートルの敷地が必要なんですよね。2頭入れたら2倍、というわけではありませんが、ちょっとやりたいこともあるので、そこそこ広めに作りたいと思います。それでは、作業を始めていきましょう。まずは、飼育エリアの範囲を決めていくのですが、今後の開発のために、次回作る飼育エリアの範囲も、決めてしまいたいと思います。そのため、今回の範囲決めは、そこそこ難儀しましたね。むしろ前回がシンプルだったゆえに、スムーズすぎたと言うべきか。まあ、気にしたら負けなのかな。それでは、作業風景を流しながら、様々なお話をしていきましょう。まずは、命名の儀を執り行いたいと思います。とても嬉しいことに、4つも名前の案をいただきました。本当にありがとうございます。それでは最初に、前回導入したチーターに、名前を付けたいと思います。ヘインリョウさんからいただきました。オスのチーターに、スワヒリ語でチーターを意味する、ジュマという名前はいかがでしょうか？シンプルな由来ながらも、意味を知っているのと知らないのとでは、大きく印象が異なる、良い名前だと思います。では、チーターのオスに、ジュマと名付けさせていただきます。このまま続きまして、TKYK さんからいただきました。チーターにチャーリーとか、いいんじゃないでしょうか？なるほど。オスにはもう名前をつけてしまったので、必然的にメスの名前になりますね。こちらで調べてみたところ、チャーリーは、シャーロットなどの、女性名の愛称にも、使われている名前とのことなので、メスのチーターの名前として、使わせていただきます。ということで、あなたの名前は今日から、チャーリーに決まりました。あれ？君って英国生まれだっけ？冗談はさておき。これで、チーター2頭の名前が決まりました。ヘインリョウさん、TKYK さん。ありがとうございました。次は、リカオンさんからいただきました。僕の名前、ゆめちゃんがいいです。かしこまりました。ゆめってなんだか可愛い雰囲気なので、メスのバクにつけさせていただきます。というわけで、今日から君は、ゆめちゃんです。そういえばボリューム1で、バクは、夢を食べるバクとは無関係と言いましたが、一応、和名の由来だったりするんですよね。続きまして、アホッポンさんからいただきました。レッサーパンダに、ジャスミンはどうでしょう？なるほど。ジャスミンは、中国茶の香料に使われているので、中国原産のレッサーパンダにはぴったりですね。こちらもメスに合いそうなお名前なので、そちらにつけることにいたしましょう。というわけで今日から君は、ジャスミンです。これからもよろしくね、ジャスミン。リカオンさん、アホッポンさん、ありがとうございました。実は、あと1つ、いただいたお名前案があるのですが、そちらは、コメント返しのコーナーで紹介させていただきます。というわけで、今回の命名の儀は以上です。
素敵なお名前のご提案。本当にありがとうございました。引き続き、様々な動物のお名前案を募集しているので、気になった方は、概要欄をご確認ください。皆様のコメント、お待ちしております。続きまして、コメント返しのコーナーに参ります。例によって、一部のコメントは、抜粋、要約させていただきます。また、お名前案のみのコメントは、先ほど紹介した通りなので、省略させていただきます。大変申し訳ございませんが、あらかじめ、ご了承ください。一人目は、平陰陽さんからいただきました。動画投稿、お疲れ様です。奇岩の扱い方が上手なことが、見てるたびに感心させられますね。チーターも、多くの希少動物同様、近年個体数が減り続けています。昔に比べて生息域が狭まってる、または、断片化してきているせいで、近親交配が増えてきてるのも原因ですね。今後は、様々な動物の保全状況についても、ご存知な限りで解説に加えるのはどうでしょうか。これからも、動物園ガチ勢の同志としても、一視聴者としても、応援させていただきます。今後とも、よろしくお願いいたします。奇岩を使った建築が得意ので、そう言っていただけると色々作った甲斐がありますね。それにしても、やはり、チーターもそのような状況になっているのですね。確かに、そのようなことを作業風景とともに話すのも良さそうですね。こんなにも、色々な意見や提案をしてくださった上に、動物園ガチ勢の同志とおっしゃってくださり、本当に嬉しいです。いつもコメントありがとうございます。こちらこそ、今後もよろしくお願いいたします。二人目は、レンジャージプシーさんからいただきました。自分も動物大好きで、動物園通い詰めてます。動物の知識には、僕も自信がありますが、知らない情報があって、面白いです。自分も、プラネットズーやっているのですが、展示場が綺麗で羨ましいです。スチームワークショップに、設計図を投稿する予定はありますか？おお、こちらにも動物園ガチ勢の同志が。展示場が綺麗とお褒めいただき、ありがとうございます。そう言っていただけると励みになります。スチームワークショップに関してですが、実は、概要欄の最後の方に、こっそりと URL を貼ってあるんですよね。飼育エリアの設計図は投稿しませんが、建築物や小物の設計図を投稿しています。そして、この動物園が完成した暁には、このマップをそのまま配布する予定です。ワークショップの更新頻度は高くありませんので、たまーに覗いていただけると嬉しいです。3人目は、リカオンさんからいただきました。私はプラネットズーで、キリン、シマウマ、セーブルアンテロープ、そして、チーターを混合展示しています。いいですねー。ゲーム中でも実際にできるんですよね。自分も似たようなことを、やってみたら、威嚇し合ってると通知がうるさかったり、アンテロープの子供がチーターに襲われたりと、トラウマしかありませんね。あれは、サンドボックスでやることでしたわ。っていうか、いつの間にユーザー名変えたんですか。4人目は、バルキーさんからいただきました。動画、楽しみにしています。動物の知識があって、このようなゲームがあると、こんなにも楽しい動画ができるんですね。ゴールデンウィークに、いっぱいやりながらまったりしています。今後の投稿も期待しています。いやー、こんなにも楽しみにしていただけると、とっても嬉しいですね。プラネットズーに限った話ではありませんが、元ネタを知っていると、コンテンツをより楽しめるんですよね。ゴールデンウィーク中に新作動画を投稿できず、まったりのさらなる楽しみを提供できなくて申し訳ないです。その代わりに、今後の休日の楽しみになれるよう努力していきますね。今後とも、登園をよろしくお願いいたします。5人目は、我がまな弟子の、ミカドさんからいただきました。お疲れ様です。コメントしたつもりが、できておりませんでした。ライオンの名前に、うちのニャンコの名前を使っていただき、ありがたき幸せです。全然説教とかじゃないです。また動画見て、勉強させていただきます。おう、
まさかの送信ミスとは、ドンマイです。こちらこそ、お名前案ありがとうございました。説教じみてなかったようでよかったよかった。プラネットズーをプレイする際の参考になれるよう、より精進してまいります。今回最後のコメント返しになります。6人目は、バードインブレッドバスケットさんからいただきました。こちらのコメントは、ボリューム1に新たにコメントしていただいたものになります。個人的な思い入れの深いキリンとして、丸山動物園のナナコがいました。丸山動物園内の遊園地で働いていた時に、たまに見に行っていたのですが、遊園地も閉鎖となり、足が遠のいていました。そして、久しぶりに出向いた時には、亡くなっていました。寂しかった思い出があります。今でも、丸山動物園にはキリンがいないんじゃなかったかな。不吉かもしれませんが、ナナコの名前を取り入れてもらえませんか。うおおお。なんですか、めっちゃ泣けるお話じゃないですか。思い入れの強い子が亡くなった時の辛さ、とてもわかります。ですがご安心ください。丸山動物園は現在もキリンを飼育しています。マサイキリンであるナナコとは違い、アミメキリンではありますが、その意志はしっかりと引き継がれていると思います。そして、当園のキリンにも、ナナコと名付けましょう。不吉なんてことはありません。私だって亡くなった推しの名前を付けたのです。というわけで、こちらのメスのアミメキリンに、ナナコと名付けさせていただきます。しっかりと意志を受け継ぐんだ、ナナコ。こちらのコメントにはまだ続きがあるので、こちらも読ませていただきます。あと、キリンで言うと、多摩動物公園のキリンが、めっちゃたくさんいるのが面白いですよね。なんであの動物園には、あんなにたくさんいるんでしょうか。この動画のカンガルー展示みたいな、高台から見下ろせるところがあって、そこから群れのキリンが走っているのを、閉園までじっと眺めていたのを覚えています。多摩動物公園のキリンの展示、とっても素敵ですよね。今は新しい獣舎を建てるために、少々手狭になっていますが。まあ、より良い飼育環境を実現するためには、仕方のないことですよね。多摩キリンの数が多い理由はわかりませんが、あそこって、毎年生まれてるんじゃないかってぐらい、繁殖技術が高いんですよね。現在、丸山で飼育しているキリンが、多摩生まれだったりするので、それぐらい個体数が多いんですよ。やっぱり、群れ飼育が大事なんですかねー。それにしても、こんなにもキリンの話をしてくださるとは、さぞかしキリンのことが好きなので。ちなみに一番好きな動物はサイです。え？大きな声で、もう一度。一番好きな動物はサイ、とおっしゃってますね。マジですかー。当園ではインドサイも飼育しているので、そちらのお名前案も、ぜひいただきたいですね。という感じで、コメントをしてくださった皆様、ありがとうございました。当動画では、長文コメント大歓迎です。気楽にお話ししましょう。一気に時間を飛ばしまして、あるものを建築していきます。その様子を流しながら、新コーナーをやりたいと思います。ヘインリョウさんのアドバイスをもとに、企画しました。その名も、カズペディアの動物学入門。あ、特にタイトルイラストとかはないです。はい。このコーナーでは、私が知っていることを、テーマに沿って、淡々と話していくコーナーになります。聞き流しても、完成までスキップしていただいても構いませんので、肩の力を抜いて、見てくださいね。今回のテーマは、近親交配にしたいと思います。コメント返しのコーナーでも、話題に上がりましたね。プラネットズー内でも近親交配の概念があり、それが起きそうになると、赤色の警告が出てきますよね。今回は、近親交配が起きてはならない理由、そして、なぜ近親交配が起きてしまうのか。この2点に焦点を絞って、お話をしていきたいと思います。まずは、近親交配が起きてはならない理由について、
結論を先に申し上げますと、免疫力と繁殖力が低下してしまい、種の存続が危ぶまれてしまうからですね。動物の遺伝子は、二つの組み合わせから成り立っています。遺伝子の型を、ラージ A、スモール A、ラージ B、スモール B、とそれぞれ例え、遺伝子の組み合わせを、簡単に表してみましょう。すると、こんな感じになると思います。これらのうち、左側のような、同じ遺伝子型の組み合わせを、ホモ接合と言います。逆に、右側のような、異なる遺伝子座の組み合わせを、ヘテロ接合と言います。子孫を残す際は、二つの組み合わせのうち、どちらか片方が子供に受け継がれます。例えば、全く異なる遺伝子型を持つ者同士が交配した場合、生まれてくる子供の遺伝子の組み合わせは、この4通りになると思います。一方で、同じ遺伝子型を持つ者同士が交配した場合、すなわち、近親交配となると、こんな感じで、同じ4通りでも、ラージ A を持つ者が多くなりますよね。これだけだと、ちょっと違うだけじゃんと思いがちですが、これが大きな違いをもたらすのです。さらなる例え話として、ラージ A の遺伝子を持つ個体に、非常に強力な感染症があったとしましょう。その場合、前者の組み合わせで生まれた子供は、4体中、2体が死んでしまいます。一方で、後者の組み合わせでは、4体中、3体も死んでしまいます。これにより、前者は2体生き残れたのに対し、後者は1体しか生き残れませんでした。動物が自身の遺伝子を残すには、子供を産んで、その子供がさらに子供を産まなければなりません。そのためにも、産んだ子供が1体でも多く生き残る必要があります。そうなると、1体生き残った後者よりも、2体生き残った前者の方が、子孫を残しやすいですよね。そのためにも、近親交配は避けた方がいいと。最初に言った免疫力が下がるというのは、こういうメカニズムだったりします。今回は省略させていただきますが、繁殖力についても、同様に言えますね。動物園では、近親交配が起こらないように、動物園同士で、動物を貸し借りする、ブリーディングローンなどで対策をしています。しかし、野生では近親交配が進んでしまっています。その原因となったのが、生息地の分断化です。コメント返しでも、話題に上がりましたね。この、生息地の分断化とは、人の生活圏拡大に伴う、街や道路の開発などによって、文字通り、動物たちの生息地が分断されてしまうことを言います。なぜ、生息地の分断が、近親交配の原因になるのかというと、個体群間の個体の交換。簡単に例えるならば、引っ越しや婿入り、嫁入りができなくなってしまうからです。個体群とは、ある空間内に存在する同一種の個体の全体であり、他の個体群から隔離されたものを示します。群れとは異なる概念ですね。この言葉の使用例としては、高尾山のニホンザルと、地獄谷のニホンザルは、異なる個体群である、という感じでしょうか。一つの個体群には、様々な血統の遺伝子があり、固有の遺伝子も含まれていたりします。しかし、それでも長い年月をかければ、近親交配が起きてしまいます。そのためにも、異なる個体群間で、個体の交換、すなわち、血統の交換をしなければなりません。図を用いて、簡単に例えてみましょう。こんな感じに、個体群 α と個体群 β があったとします。見ての通り、遺伝子型の種類が少ないですよね。このままでは近親交配が続いてしまい、感染症のリスクや繁殖力の低下など、様々な危険性にさらされてしまいます。そこで、こんな感じで、個体の交換、言い換えれば、遺伝子の交換を行うことで、近親交配を回避できるのです。では、この時、もしも、高速道路などで、生息地が分断されていたとしたら、こうなってしまうと、個体、および遺伝子の交換ができなくなってしまいます。こうなってしまうと、各個体群内で交配するしかなくなるため、近親交配が進んでしまうのです。
生息地の分断化は、地形の変化や、環境の変化など、自然由来のものもあります。しかしそれらは、長い年月をかけて、ゆっくりと変化し、進化によって、新たな種が誕生するきっかけにもなり得ます。人の活動による分断化が問題視されているのは、短期間で生息地を分断してしまい、進化の余地すら与えないからなのです。近年では、道路の上に橋を架けたり、下にトンネルを設けるなど、この問題を解決しようと、様々な工夫が施されていますね。実際、橋やトンネルに設置されたセンサーカメラには、数多くの動物たちが利用している姿が記録されていました。ここまで、生息地の分断化についてお話ししてきましたが、それがなくても、近親交配が問題になる場所があります。それは、面積の小さい離島です。離島となると、海によって、外界から隔離されているので、新たな個体の移動は難しいです。特に、その島にしか生息していない、俗に言う、固有種は、島の中の個体群同士で、やりくりしなければならないため、近親交配が進みやすいのです。具体例を挙げるとなると、やはり、西表山猫でしょうか。ご存知の通り、西表島固有の、猫科動物ですね。西表島の面積は、およそ289平方キロメートルで、これは、山猫の生息地としては、最小の面積だと考えられています。それでもって、現在の推測個体数はおよそ100頭。加えて、血統を調査したところ、調査対象のすべてが、ホモ接合だったと。これでは近親交配は避けられません。純粋に個体数が少なければ、全く異なる血統を持つ個体同士が、遭遇する確率が減りますしね。おそらく、西表山猫は、人がいろうがいなかろうが、いつかは滅びゆく、運命なのかもしれません。絶滅は、自然の摂理ですからね。しかし、たとえそうであったとしても、長期間かけて減っていくのと、一瞬のうちに減っていくのとでは、生態系への影響が全く異なります。短期間での絶滅を防ぐためにも、保全は大切であり、その一つとして、近親交配は避けなければならないのです。おっと、そろそろ作業が完了しますね。それでは、完成したリカオン社を、じっくり見てまいりましょう。チーター社の隣に、群れでの狩りを得意とする、狩猟のプロフェッショナルたちが、やってきました。こちらが完成したリカオン社になります。この、リカオンズブリッジでは、3847平方メートルの敷地に、オス5頭、メス3頭、計8頭のリカオンを飼育しています。リカオンの群れの成肥は、オスの方が高いため、当園でも、オスを多めに飼育しています。今までの展示場は、動物の生息地を遠くから眺めるような作りだったのに対し、今回の展示場は、動物の生息地に入っていくような作りになっています。この展示場では、歩道全体が観察ポイントになっています。一方はガラスビューで、リカオンを間近で観察でき、もう一方は無策式で、広い土地を駆け回るリカオンたちを、広い視野で観察できます。ガラスビュー側にはこのような、水浴びができる池を用意しています。なぜか、無策式側の、堀で泳いでいる時もありますが、こちらがその堀ですね。階段の踊り場を大きくしてみました。ライオンやチーターは、あまり降りてこないのに、リカオンは結構降りてくるんですよね。反対側はこんな感じです。端から端まで泳いでるのを見た時は、目を疑いましたね。少し水位を上げた方がいいかも。展示場中央の、この建築物は、ガラスビュー側と無策式側をつなぐ、橋になっています。展示場名の由来は、この橋ですね。建物の中はこのような感じで、土壁と木材の柱を基本とし、一部をガラスにしています。そのため、このように、下からリカオンたちを観察できるようになっています。このような展示にしたのは、先ほどお話しした、生息地の分断を、この展示のテーマの、一つにしているからです。もし、この橋がなかったら、
リカオンたちの生息地が分断されてしまい、近親交配が起きてしまうことを伝えているのです。そのことをより伝えやすくするために、橋の下には、生息地の群集団化を伝える、保護情報ボードを設けました。獣舎の外観はこんな感じです。ライオン舎や、チーター舎と大体同じですね。猛獣ゾーンの各獣舎は、各エリアごとに統一したデザインにする予定なので、大体同じなんですよね。内装も、ライオン舎を踏襲して、中央に大きな柱を置き、その周りに寝床を配置しました。それでは、リカオンたちをじっくり観察してまいりましょう。リカオンは、哺乳綱、食肉目、犬科、リカオン属に分類される動物で、本種のみで、リカオン属を構成します。英名では、アフリカンワイルドドッグとも呼ばれるほか、ペンキをぶちまけたような模様から、ペインティングドッグとも呼ばれています。よくハイエナと間違えられますが、体格が大きく異なるため、しっかり観察していれば間違えることはありません。また、リカオンは犬科動物で、ハイエナは、ハイエナ科の動物なので、同じ食肉目でも、その下の分類は大きく異なります。しかし、それでも間違える人がいるのも事実であり、動物園では、ハイエナではないと注意喚起されていますね。リカオンの特徴は、と聞かれたら、大きな耳や、独特な模様などが挙げられますが、個人的には、狩りの成功率の高さと言いますね。その成功率はなんと、7割と高めです。10回狩りをしたら、7回成功する計算ですね。ライオンの狩りの成功率が、3割だといえば、その凄さがわかるでしょうか。どちらも群れで狩りをするのですが、その成功率は段違いですね。では、なぜこのような差が生じているのでしょうか？それは、同じ群れによる狩りであっても、その方法が、大きく異なるからです。ライオンの狩りは、奇襲による短期決戦であり、諦めるのが早いために、成功率が低くなっています。それに対してリカオンは、高度な連携によって、獲物を追い詰めるがゆえに、成功率が高くなっているのです。その狩りは、どのようなものなのかというと、まずは、標的を一頭に絞り、その獲物を、追い立て役が長時間追いかけます。この追い立て役は、複数頭おり、代わり代わりで敵を追いかけることで、リカオン側が、極度に疲労することなく、獲物を疲れさせることができます。そして、獲物が極度に疲労したら、待機していた攻撃役が、一気に標的を攻め立てます。獲物を極度に疲労させてから攻撃することで、反撃をもらうリスクを大幅に減らし、確実に獲物を狩ることができるのです。同じサバンナに住む肉食動物でも、短期決戦と長期決戦、その戦法は大きく異なります。それを伝えるのが、この猛獣ゾーン、サバンナエリアなのです。最後に余談なのですが、リカオンは連携を取るために、体臭が強いらしく、飼育員さんもその匂いには応えるみたいですね。愛らしい見た目ではありますが、匂いのきつい動物が、長時間追いかけてくると考えると、絶対に追いかけられたくないと、強く思いますね。今回の動画はいかがでしたでしょうか？新しい試みをしたゆえに、動画時間が30分を少しオーバーしてしまいましたね。今更言うのかって感じがしますが、情報に誤りがあったら申し訳ありません。学説は日々変わっていくので、私が習ったことが否定されてた可能性もありますからね。コメントに関して一つお知らせです。本動画では、コメント返しにて、皆様のユーザー名と、コメントを読み上げさせていただいております。もし、それが嫌でコメントできない場合は、コメント紹介しなくていいよ。などと申していただければ、コメント欄での返信のみにします。把握のほど、よろしくお願いいたします。さて、新たにリカオンを8頭導入したわけなのですが、彼らの名前ももちろん募集いたします。気になった方は、概要欄をご確認ください。また、概要欄には、私の Twitter や Steam ワークショップの、リンクが貼ってあります。よろしければそちらもご覧いただけると、とっても嬉しいです。チャンネル登録してくださった皆様、
高評価してくださった皆様、コメントしてくださった皆様、ありがとうございました。初見の皆様、見つけてくださりありがとうございます。それでは、今回はこの辺でお別れです。ご視聴ありがとうございました。さようならー。